紅白は錦鯉の品種の一つである。白色の体に黄色の斑点を持つ。大正三色、昭和三色ともに五三夜と称される。紅白は観賞用の鯉として最も早くから養殖が始まったものの一つと考えられている。八百八十八年に広い国像という人物が赤い頭のメスの鯉を自身が飼っていた桜柄のオスの鯉と掛け合わせ、 現在のすべての系統の先祖となっている五助を作った。今日では、トモイモンともい門とやござい門の二つが、現在の日本の紅白の主要な血統となっている。次のような特徴を持つ紅白が良品とされる。黄色は明るい色であり、体全体に分布する。黄色の反転の中には、白い鱗が入らない。反転は厳密に対象ではないが、バランスが取れている。 ヒーローの反転の周囲がくっきりしている。ヒーローは目を横切らない。またヒレには入らない。ヒーローは側線を横切らない。ヒーローは尾光に広がらない。魚の頭にはヒーローが入る。頭にヒーローのない紅白は坊主と呼ばれる。品評会のための標準があるが自宅で買う分には必ずしも標準に従っていなくてもよい。紅白の反転を表現するのに用いられるいくつかの 用語がある。ありがとうございます。